今回紹介する男性はあなたもすでに知っているかもしれません。こんにちは、岡田武史です。そうです、元サッカー日本代表監督の岡田監督です。岡ちゃんという名前で親しまれ、日本を初めてワールドカップへと導いた人です。しかし、もうサッカーの監督には未練がないというか、もうやることはないでしょう。え、それ以上に今はワクワクするというものを見つけてしまいました。どういうこと？そんな彼が今いるのはここ愛媛の今治。タオルや造船に有名な人口15万の港町、かつて1億2000万人を熱狂させた男がどうして今四国にいて一体何をやっているのか説明します。彼は2007年2度目の日本代表監督につき、ワールドカップベスト16に導いた後、中国に渡り広州緑城の監督を歴任します。そして8年前、監督を退任し帰国すると、すぐに J リーグ3団体からとても待遇の良い監督就任のオファーがありました。しかし彼が出した答えはノー。どうして断ったんですか？まあ、お金の安定とかそういうもの以上に大事なものがあるなという思いがあったんで。実は彼には個人的にずっと悩んでいたことがありました。自分の3人の子供たち、彼らにどういう社会を残すんだろう。一人の父親として、僕は高度成長、そして70年戦争のない最高の時代を生きてきたんだけど、自分の子供たちに1000兆円の財政赤字、年金破綻、隣国との緊張、環境破壊、このまま俺死んでいっていいんだろうかと、このまま俺死んでいっていいんだろうかと。そこで彼は安定が約束された未来を捨て、58歳にしてサッカーの監督業とは全く違う新たな挑戦を始めます。それが経営でした。2014年、大学の先輩との縁がきっかけで愛媛の今治にある会社のオーナーに就任しました。その会社の名は今治夢スポーツ。 FC 今治の運営を核に、野外教育や環境教育、そして国際交流などさまざまな事業に取り組んでいます。しかし、いくらサッカーで日本代表監督をやったといっても経営は全くの初心者。そんな簡単にはいきませんでした。ある時、先輩経営者に新しく立ち上げた企業の 90% が5年以内に潰れると教わり、わあ大変なことに突っ込んだ、足突っ込んじゃったと思って。でも先輩は続けてこう言ったそうです。でもね、そのリスクにチャレンジする人がいなくなったらこの社会は変わんないんですよって。その言葉に奮起、夜も週末も働き、なんと2年半は無休。それでも自らドアをノックし、多くの人と会い、そして去年経営6年目を突破。FC 今治は J3 に昇格し、今治の街も盛り上がり、スポンサーも大幅に増え、会社には全国からスタッフが集まるようになりました。しかし、いつも彼の視線の先にあるのは目に見えるものではなく、目に見えないもの。その企業理念の由来となったネイティブアメリカンのある言葉が島並アースランドに刻まれています。これは地球は子孫から借りているもの、地球はご先祖様から受け継いだものじゃなくて、未来に生きる子供たちから借りてるものだ。借りてるものは壊したり汚したり傷つけてはいけない。借りてるものは壊したり汚したり傷つけてはいけない。かつてサッカーを通じて日本国民に感動を与えた名監督は、今度は事業を通じて地球全体に感動を与える経営者になろうとしている。全ては次世代に生きる子供たちの